皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。今回はですね、自分が普段使っている、財布の紹介をしていきたいと思います。まあ、この財布は、まあ、ビブレというイオン系列の、まあ、ファッションショップで買ったものですね。まあ、値段の方は2980円ですごいリーズナブルなんですけども、すごい、まあ、2980円にしてはまあ、デザインもいいし、まあ、質感もいいということで、まあ、僕は購入したんですけども、まあ、とりあえず中身を紹介していきたいと思います。中身はこんな感じになっておりますね。今ちょっとまあ給料日前なんで、1000しか入ってないんですけど、すごい貧弱な財布ですね。なんか、お財布の中身がすごくかわいそうに見えてきます。中身は結構いろいろ入りますね。まあカードが合計で15枚は入りますね。まあ自分ほとんどあんま使ってないんですけど、10枚弱はほとんどカード入ってますね。まあ、結構お札もたっぷり入るし、小銭もたっぷり入るんで、買い物の時はすごい便利ですね。まあ、ただこれ長財布なんで、まあ、カバンじゃないわ。服とかのね、ポケットとかに入れちゃうと落ちちゃうんで、自分は普段まあ、小さいバッグとかに入れて持ち歩いています。まあ、すごい、まあ、落としたら困るんでね。まあ、この中にまあ、大金入れることはないんですけど、まあ今まで、まあ小銭入れを持ってたんですけど、やっぱ長財布だよっていうことで、まあ最近はずっと長財布使ってますね。まあ、最初、もう一つの本革の方と迷ったんですけど、もう自分、そんなにお金入れないし、まあ安いのでいいかなっていうことで、まあこれにしました。まあ、紺と赤の線と白の線と、まあ、結構、おしゃれですね、なんかね。まあ、紹介することあんまりないんですけど。まあ、とりあえず、これはおすすめですね。まあ、初めて長財布か、まあリーズナブルな財布探してるっていう人には、まあ、とてもおすすめだと思います。まあ、それでは皆さん、短い動画でしたが、これで終わりたいと思います。さよなら。